アルプスアルパインアルパインアルパイン株式会社は東京都大田区に本社を置くアルプスアルパイングループの企業2020年3月までは自動車用音響機器情報通信機器メーカーであったが同年4月1日付で会社分割により全事業をアルプスアルパインに継承した1967年アルプス電機と米国モトローラ社の合弁会社アルプスモトローラとして 誕生。当初は8トラックカセットデッキプレイヤーなどを生産していた。その後1978年にアルパインに社名を変更。アルパインブランドでのカーオーディオをメインに生産、販売する一方、アルパイン、ラックスマンブランドで高級ホームオーディオを手掛けていた時期もあった。現在ではカーナビカー AV に加え、車載カメラなどドライブアシスト機器も手掛ける。 さらに、インテリアからエクステリアまで、トータルコーディネートした、アルパインスタイルというカスタマイズカーも手掛けている。デザインコンセプトは、スポーツ、スパルタン、シャープ、シンプル、スマートの頭文字からなる、5S である。早くから、海外展開をしており、現在の売上比率も海外が、その9割近くを占める。また自動車メーカー向けビジネスが成長し、 売上の8割近くを占める。主な取引先は、ホンダ技研工業をはじめ、メルセデスベンツ、BMW など高級車ブランドが多い。日産の純製品も手がけていた時期もあった。岩木本社内にある評価センターは、車載機器メーカーとしては、本格的な製品評価施設で、製品に対する様々な評価テストが行われているが、2000年に、 この施設内の不正エロテストコースで映画、千と千尋の神隠しの制作協力が行われた。地域活性化に積極的であり、毎年8月頃に岩木事業所にて地域住民も参加する夏祭りを開催している。従業員や芸能人によるステージショー、花火などが行われる。アルパインの社名は親会社のアルプス電機。 また世界的に有名なアルプス山脈から、いつかは、そのような圧倒的な存在感のある企業になるように、つまり、アルプスのようなという形容詞に由来している。アルパインロゴマークの5本線は、ファイブストライプスと呼ばれ、最高の技術、最高の製品、最高のマーケティング、最高のサービス体制、最高のパートナーという、アルパインが目指すべき指標として、 その5つの企業活動を象徴している。現在の企業メッセージ、ドライビングモバイルメディアソリューションズ、モービルメディアの未来価値へは2005年に制定されたもので、市場環境、事業環境の変化に合わせて新しい領域に挑戦するというアルパインの企業姿勢を表している。岩木本社内にあるミュージアムにはピストルで打ち抜かれた製品が展示されている。これは以前、 何度修理しても故障を繰り返す製品に腹を立てた、あるアメリカのユーザーが、ピストルで撃って、アルパインに送ってきたものである。このことが、二度と、このようなものを作ってはいけないという戒めとなり、製品品質へのこだわりとなった。ありがとうございます。